こんにちは、スタイルハウス編集部です。今回はスタハ編集部のエディターと姉妹サイトバイマのメンバーが実際に愛用している一軍バッグを教えてもらおうと思います。それでは早速インタビューしていきましょう。スタハ編集部のあやさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どちらのバッグですか？ロエベのゲートバッグというモデルのバッグです。可愛いですね。はい、可愛いですよね。これもう結構使ってて、はい、もう 3,4 年ぐらい経つんですけど、本当、お休みの日とかは迷ったらとりあえずこれを持っとけみたいな感じでかなり愛用してます。どういうところが使いやすいですか？これが一見使いにくそうじゃないですか、なんか金具とか装置とか硬そうみたいに、ね、硬そうなんですけど、はい、全然そんなことなくて、ゲートバッグってフラップがこうなんていうんですか、差し込む感じなんですね。そうなんですよ。ただこれだけなので、斜め掛けした時に片手でこうこれいいですね、さっと開けられて入れてさっと閉じれる。確かにスムーズですね。それすごくすごいスムーズなんですよ。いいな。片手が埋まってたりとかしても使えるっていうので、すごく使い勝手が良いです。結構中も入りそうですか？中も仕切りがついてるんですか？そうなんです。2つ仕切りついてて、手前側と奥側と、はい、あとカードとか入れるポケットがついてるんですよ。すごいいいですよね。いいですね。私いつもこっち側にお財布とかハンカチとか入れて、よく使うスマホとかをこっちに入れてやってます。後ろにもポケットなんですか？そうなんです。ここにさっと携帯入れといたりとか、いろんなカードとかもらったものとかここに入れたりとか。確かにすごくいいんですよ。後ろのポケットも結構ちゃんと開くから入れやすそうですね。そうなんです。こんな感じでパパッと開きます。であとすごくいいのが、はい、ゲートバッグって長さ調整がすごいできるんですね。結構穴がいっぱい開いてるじゃないですか。こっち側が5個と、はい、で反対側も5個あるので、それで長さが結構自由自在に変えられて、私一番短くしてるんですけど、はい、小柄な方もすごいバランスいいですし、はい、持ちやすいんですよ。そうですよね、はい、あとこのゲートバッグってこの金具がないのが一般的なモデル。そうですよね、私もそのイメージありました、はい、そうですよね。なんですけどこれ結構珍しいモデルで、はい、このメタルがついていて、金具も全部ゴールドで統一されてるので、アクセとかあんまりつけなくても、これ1個持ってるだけで結構華やかに見えるので、はい、本当に重宝していて、で使用感も結構あるんですけど、でもやっぱロエベのレザーって上質だから、はい、そうなんですよね。使い込めば使い込むほど、はい、なんかツヤというかすっごい綺麗ですよ。あ、本当ですか、確かにあんまり目立つような引っ掛け傷とかも、はい、こんだけ使っているのにないっていうのは確かに優秀かもしれないです。なので今後5年10年と愛用していきたいなと思ってます。いいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。編集部の椎名さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、どちらのバッグですか？マーク・ジェイコブスのカセットバッグになります、はい、定番の人気バッグですよね。はい、定番ですよね、はい、このモデルってバイカラーだったりとか、確かに確かにいろんな色が使われてるイメージで、はいはい、ちょっと自分には派手すぎるかなと思ってたんですけど、たまたまこの色一色のものを見つけて、はい、ちょっと一目惚れをしてしまって、ちょっとピンクベージュっぽい感じですごい可愛いですね。そうですね、なんかくすみ感があってかなりタイプだなと思って購入してしまいました。かわいいです。使い勝手とかどうですか？そうですね、もう本当に私ミニバッグ派でミニバッグばっかり持ってるんですけど、携帯とかお財布とか必要最低限のものはしっかり入ってくれるので、かなり使いやすくて、あとこのストラップというか長くってさっと開けられて、いいですね、開け閉めが楽だったりとか、中もこの分後ろ側は結構マチがあるので、あ、じゃあ部屋が2つに分かれてるみたいな感じなんですか？はい、なので意外と収納もできて、さらに中にポケットとか裏中にもポケットがあるので、すごい意外と使い勝手いいです。本当ですね、はい、機能面にも優れてて、はい、サイズ感もちょうどよくて、そうですね、いいですね、はい、なんかちょっとしたお出かけだったりにも使えますし、うんうん、あと私結構お洋服とかもベージュ系が多くて、多いですね、すごいイメージありますとかモノトーンとか、うんうん、そういうものが多いので、うん、なんかちょっと寂しいなっていう時にこの子を持ってあげると、うん、本当に一気にアクセントになる、はい、あとここのベルトも結構太めなので、うんうん、なんか存在感があって
って、はい、すごいお気に入りだなと思ってます。持ちやすそうですね、そのベルトも。持ちやすいです、うん、主張しすぎないけどちゃんとロゴが入ってる感じがいいですね。ロゴが入ってたりとか、あとサイズ調整もこれ自由にできるので、うん、それいいですよね、はい、なんかそこもお気に入りです、うんうん、もう一つ持ってきていただいたんですよね。はい、もう一つ持ってきました、はい、これがセリーヌのクレームバッグになります、はい、もうこれも本当に毎日のように使っていて、はい、すごくお気に入りです。どの辺がお気に入りポイントですか？特にこれが実は旧ロゴになっていて、はい、あ、フィービーの、はい、そうなんですよ、はい、なかなか人と被らないデザインっていうところと、ね、あとさっきも言ったんですけど、やっぱベージュばっかり選んじゃうんですけど、はい、なんかちょっとカラーが入ってるので、うんうん、コーデの中でもこれもアクセントになってくれて、うん、なんか一つ持つだけで存在感が、そうですよね、あるところが好きですね。すごい綺麗なブルーで、そうですね、はいはい、ただなんか派手すぎない色というか、うんうね、なんか絶妙な色味と、うんうん、あとこのなんかちょっとマットっぽい素材も、はい、カジュアルにもなりすぎないし、うん、シンプルにもなりすぎない感じで、うん、お気に入りです。中ってどんな風になってるんですか？中がマグネットみたいになってるんですか？はい、引っ掛けて、あ、へー、引っ掛けて開けるタイプなんですけど、はい、結構ガバッと開いてくれて、いいですね、荷物が取り出しやすかったりとか、前側とここそこにもと、あと後ろ側にもちょっとポケットがあって、あと街もこのぐらいあるので結構ありますよね、はい、これも本当にいっぱい収納できて、確かに使い勝手が本当にいいなと思って。そうですよね、なんかミニバッグでミニすぎて入りきらないみたいなのとか、はい、取り出しにくいとかってどうしてもあると思うんですけど、はい、ちょうどいい大きさですごく使いやすそうです ね、 ですね、はい、本当に絶妙サイズで、私結構荷物が多いのにミニバッグ好きなんですけどなんかそういう人にも本当にぴったりだなと。確かにちょうどいい願望を叶えてくれる一軍バッグですね、はいはい、あともう一個だけお気に入りがあって、はい、私今の時期とか結構ダウンを着るんですけど、はいはいはい、サイズ調整はできないんですけど、ダウンとか着てても全然スッキリ持てるっていうところが、はい、いいですね。斜め掛けにもできるんですか？あ、斜め掛けにもできます、はい、ちょうどいい長さですね。本当にちょうどいい絶妙サイズでいいなと思ってます、うんうん、ベイビーですね。本当ですね、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、レディースファッション MD の萌香さんです。お願いします。お願いします。最近の一軍バッグはどちらのものですか？はい、最近一番使っているのがこちらのレスポートサックの工房バッグ。すっごい可愛いですね。ありがとうございます。これ結構なんか日本とかだとあんまり見ない感じのデザインだなと、うん、イメージがあんまなかったです。そうなんですよ、私自身もあんまりこういうバッグがレスポーにあるってこと知らなかったんですけれども、はいはい、韓国 の、 そのインスタグラマーの方のファッションスナップを見た時に、これレスポなんだ、かわいいっていう風に思って、いろいろな海外のサイトを探したり、はい、あとまあ日本のレスポートサックも見たんですが、はいはい、どこでも販売されていなくって、なんか韓国のレスポートサックのインスタグラムを見たら載っていたので、じゃあ韓国限定なのかも。もしかしたらそうですね、はいはい、アメリカの本国のサイトにも掲載がなかったので、レスポって日米共同開発みたいな形で日本限定のアイテムとかも出してるので、はい、もしかしたらそういう形で韓国限定限定で出ているのかもしれないです。なのでちょっと韓国のサイトからだと日本では購入できないの で、ね、バイマのリクエスト機能っていうのを使って。あ、そうなんですよ、めっちゃいいですね。今まで韓国の方からいろいろ購入してたので、はい、どなたかにお願いしようかなとも思ったんですが、はい、今回はその公開リクエスト機能っていうので、ありますね、はい、なんかちょっとフォーマットみたいなところでこのバッグ探してますみたいなのを、はいはいはい、投稿したら夜の多分20時ぐらいに投稿したんですけど、はい、23時くらいにはもう3つぐらいレスポンスが来ていて、はい、でその中で、まあ、一番低価格で販売してくださる方にお願いをして、なんかちょうどレスポンの韓国のサイトでセールやってたみたい で、はい、ですごい安く買えたんですよ。このポーチもなのでつけちゃいました。ちょっと別売りなんですか？別売りだったんですけど、なんかセールの分ちょっとお得だなと思って、あ、じゃあこれもつけちゃおうと思って、すごいいいですね。そうなんです、これ結構エアポッド入れたりとか、はいはい、リップとかも入るのでこのポーチつけてすごい良かったなって思ってます。すごい、めちゃくちゃいいお買い物。そうなんですよ、はい、韓国まだ行けてないのでうんうん、ちょっと韓国のものが買えてよかったです。嬉しいです、はい、中の作りとかどんな感じなんですか？そうですね、中はもう本当にシンプルになっていて、はい、一つだけポケットが付いて
おります。でも町があるので結構ありますよね。そうなんですよ、収納力結構高いですね、はい、しかもこれ生地があのナイロンの中でもちょっとこう柔らかくてちょっとクッションっぽくなってるんですよ、うんうんうん、なんて中に物を入れてもその形が響かなくて綺麗に持てるなと思っております。特にここがお気に入りみたいなポイントとかってあるんですか？それが実は、はい、あの最近結構出社も増えてきたので、はい、新しく去年 PC バッグを買ったんですよ。それもレスポでいろいろと探してた時に縦型のでこうバッグみたいな感じで持ってて、サイズ感がめちゃくちゃいいですね。そうなんです、ちょうど13インチのサイズで、最高すぎるそれ。そうなんですよ。でまあ、メインのところには PC が普通に入ってて、ここにはもうノートとかマウスとかも入るので、ここに仕事に必要なものは入れて使ってるんですけど、なんかちょっとこう2つ見てた時にもしかしてと思って、なんかこれをここにドッキングさせて持っちゃおうと思って、でここにこうついてるんで、こうやってつなげてみたらこういうバッグになってなったわけじゃないんですけど、こういう感じでもなんか可愛くないですか？可愛い。同じレスポだからできることですよね。でなんかちょっとこの質感の違いもなんかバイマテリアルみたいな感じの雰囲気で、でこのまま斜めにもかけられて最高じゃないですか？そうなんですよ。なのでお仕事はもうこのドッキング状態で持ち歩いてて、いいですね。そうなんです、これがすごいよくって、そっか、小物とか、まあ、ちょっとコスメとか、はい、お財布とかはこういうちっちゃいバッグにあると取り出しやすいじゃないですか、うんうんうん、そうですよね。なのですごい機能性も確かに満たされていて、わかります。 PC とか持ち歩くとそっちのバッグは大きすぎちゃって小さいものが取り出しにくくて、はいはい、探しにくいみたいなのありますよね。そうなんですよね。その持ち方だったらそうならないから、はい、そうなんです。しかも土日とか夜ご飯食べ行くときはこれはもう家に行っておいてそれだけでこうやって行けるのでもう本当に便利です。デザインも可愛いし機能面とか使い勝手もすごくいいってことで大満足。さすがの一軍バッグですね。はい、大満足してます。 いいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。レディースファッション MD の直美さんに来ていただきました。お願いします。よろしくお願いします。直美さんの一軍バッグはどちらのものですか？はい、こちらイギリスのブランドのダンセレンテというバッグを持ってきました。なんか使いやすいポイントとかって？カーフレザーで、すごく柔らかくて持ちやすいのと、はい、あとこの口がマグネットになっているので、あ、それめちゃくちゃいいですね。とてもこう開け閉めしやすいのですごく便利です。あと中も結構小ぶりな割にたっぷり入るようなマチになっているので、あ、本当ですね。結構荷物が確かに入ります。パッとなんか正面から見た感じは結構小さめって思ったんですけど、そうですよね、中開けると確かに結構入りそう、はい、そうなんです。たくさん入ってとても重宝しております。レザーの感じとかデザインの感じとかちょっと多少入れすぎても型崩れとかあんましなさそうですよね。そうですね、おっしゃる通りです。硬、はい、いものとか、うんうん、結構ボコボコしたものを入れても、はい、周り柔らかいのでそういうデザインかなみたいな感じになるので、そうですよね、全然外側に影響しないのですごくいいですね。持ち物もともと少なめですか？持ち物はもう最近少なめで持っております。ミニ財布とスマホとプラスアルファちょっと入るみたいな感じですか？そうですね、ミニ財布とスマホはショルダーにしているので、ハンカチ、ティッシュとあとアルコール、うんうんうん、エコバッグ、今日持ってきたものだとそれとあとクッションファンデとあと小さめのアイシャドウとあとキーケースが、はい、結構入ってますね。そうですね、まだ余裕がありました。はい、見た目以上に入ってハイブランドのバッグでもなく、うんうんうん、その安すぎるというかすごいプチプラすぎなくて大人の女性がちょっと周りと違うバッグ持つのにすごくいいブランドですよね。そうなんですよ、このブランドメインとなるバッグが幾何学的なデザインのバッグが多いんですけど、はいはいはい、それも大人の女性の方が持ってもおしゃれに見えますし、はい、こういうワンカラーで丸みのあるデザインっていうのはあまりなかなかないので、うん、そうですよね、すごくいいと思いま す, です、ね、なんかちょっと周りと差をつけたいバッグ、なんか大人の女性も持ちやすい手軽なもの、はい、ぜひチェックしていただきたいですよね、このブランド。そうですね、本当におすすめのブランドです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
続いてはスタハ編集部のリエさんです。よろしくお願いします。一軍バッグはどちらのものですか？はい、私はガニーのナイロンバッグをすっごい愛用してて。そうなんですね。週7ですね。週7すごい、もう毎日愛用されてる。毎日愛用してます。どんなところがポイントですか？はい、なんか本当にナイロンなのですごい軽いんですよ。あ、なるほど。でやっぱり素材的にもこうレザーと違って気にせずに本当にガシガシ使えるっていうのもすごく気に入ってますし、これ旅行とかに持ってったんですけど、はい、全然汚れないんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。スレとかも意外としてなくて、はい、結構思った以上に丈夫なのですごく使いやすいです。でも傷とか汚れにも強いってことですね。すごい強いです。雨の日でも持ちやすいですし、ただなんか全部ナイロンだとやっぱりすごいカジュアルになっちゃうと思うんですけど、持ち手がちょっとレザーっぽくなってたりとか、 あと実は取り外し可能なストラップもついてて、これも素材がレザーっぽかったり、あとここのストラップもこれすごい可愛いですよね。アクセントになっていてすごく気に入っております。私結構綺麗めな感じの服装とかもするんですけど、そういうのでもなんか全然合わせやすくて、はい、気に入ってます。あとは形も結構女性らしいというか可愛らしい形ですね。ちょっとこう丸い感じがすごい可愛いですよね。中もガバッと開いてすごく使いやすいので、私は必要最低限のものミニ財布と携帯と、あとまあその他のハンカチとかアルコールとかプラスメイクポーチとかも入れられたりするので、結構必要なものっていうのは全然収納できるので、ガニすごい可愛いバッグたくさん、そうですよね、あるので、私はこの黒のベーシックなカラー選んだんですけど、もっとカラフルなものが揃ってるモデルとかもいっぱいあるので、ぜひチェックしていただきたいです。今回はスタッフの一軍バッグを教えてもらいました。今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。